くみんなとファルデア地方の冒険に行きたいよ。ファルデア地方。いや、ハードジュースめっちゃこぼしとるやん。スカーレット・バイオレット、もう水がもったいないでしょ。ニャオハ、モゲータ、クワス、お野菜食べてる？無意識ってすごい。それで地方、スカーレット・バイオレット、ニャオハ。どうしたものかしら、ここのとこずっとあの調子なのよね。よっぽどスカーレット・バイオレットが楽しみなんだね。素敵なベッド？バイバイベッド？スカーレット・バイオレットだよ。ポケモンの新作でパルデア地方の冒険なんだよ。はい。パルデア地方？スカーレット・バイオレット？これは確かに面白そうね。でしょ？私ももちろん楽しみなんだ。で、あのはこれが楽しみで楽しみで、あの調子ってわけね。サンタさんにお願いしようって言ってたけど、まだまだ先だもんね。サンタさんが来るまであの調子だと困っちゃうわね。あ、こうなったら。何？それいいね。カモ、カピムチ、クルゾン、ウミジグザ。ここはポケルンパルデア地方。ポケルンパルデア地方？パートナーポケモンを選び冒険に出発するのだ。わかった。パートナーは前から決めてたんだよね。ニャオハ。パートナーを選んだね。じゃあ早速冒険に出発だ。冒険だ。何があるかな、何があるかな。あららら、ハロー。何？ポケットモンスタースカーレット・バイオレットはシリーズ初のオープンワールドなのよ。ってことでポケルン・パルデア地方を自由にいっぱい冒険しなさい。そういうことか。わかった。よーし。俺ママだ。ハーノ、ポケルン・パルデア地方の冒険を始めるそうに。そうなんだ。パートナーのニャオハと一緒にね。じゃあそんなハーノにはこの姿がお似合いね。わあ、すごい。やったー。それとポケットモンスタースカーレット・バイオレットの冒険といえばコライドンとミライドンに乗ってよね。ハーノ、どっちもかっこよくて好き。ってことでついてきて。ミライドンとコライドンいるの？これよ。コライドンとミライドンじゃない。でも同じくらいかっこいいじゃない。名付けてハーノドンよ。とにかくこれで冒険しておいで。わかった。行くよ、ニャオハ。よいしょ。ハノドン、いいでしょ。すごい。すごい。行くよ、行くよ、行くよ、行くよ。ハノドン、ハノドン。行ってらっしゃい。よし、ナオハ、一緒に冒険だ。あれはクワスだ。さて、ここでパルデア地方のポケモンの生態調査だよ。うわ、トキビュー姉ちゃん。ハーノに問題。コガモポケモンクワッスのタイプは何でしょうか。なんだろう。よく観察してね。クワッス、クワッス。みんなはわかったかな。じゃあヒントだよ。クワッスは足の力が強くて流れの強い場所でも自由に泳ぎ回ることができるよ。泳ぎ。ってことはわかった。水タイプだ。正解。さすがだね、ハーノ。やった。
んだ、ニューハイクさん、えい、あー、くそー。じゃあ次はこっちだ、キホゲンだ。避けられた。あー、今がチャンス、いけ、ニューハー。あー、ホゲーター、やられちゃったね。には、ジムリーダーたちもいるから、野生のポケモンやトレーナーたちとバトルして、どんどん強くならなきゃね。うん。やい、なんだか騒がしいじゃないの。誰だ。私は泣く子も笑う、スターダンよ。スターダン？ここはスターダンのアジトよ。それを知って勝ち込んできたってことは、私とバトルってことよね。あ、しない。ママだもん。バレバレだよ、ママ。行こう。うん。って、そこは乗ってくれてもいいじゃないのよ。ポケモンたちが宝石のように輝く、テラステレっていう現象があるんだって。ああ、ハード知ってる。キラキラのやつだよね。うん。ここにいっぱいキラキラがあるから、パートナーのニャーホとホゲータをキラキラにしてあげよう。ああ、テラステレごっこだね。あ、いいよ。どうしようかな。でもニャンハは草タイプだから。あっ、トキメ、あ、トキメちゃん集めてくれてんだ、ハードのために。あ、やっぱトキメ先生優しいな。これね、ここにつける。あ、トキメ先生、それニャンハにつけようと思ったやつ。え、だって草タイプで見た。もう緑ない。頑張ろう、ハーノ。赤もキラキラあったから、うん、ここにつける。あ、いいね。よし、最後にこれをこうして、できた。かわいい。私もホゲートできたよ。ポケットモンスタースカーレット・バイオレットの楽しみはまだまだたくさんあるよ。みんなはスカーレットとバイオレットどっちで冒険するか決めたかな。あ、コメントで教えてね。こう、えい、ポケモン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ホゲータだったので、クワッスを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。